ジョン・ジョセフ・モンゴメリー・エヴァー・グリーンゴー・ジョン・ジョセフ・モンゴメリーは、アメリカ合衆国の航空の先駆者で、アメリカで最初のグライダー飛行を行った。サンタクララ・カレッジの教授で航空の関する論文を、執筆した。1883年8月28日、カリフォルニア州サンディエゴで、グライダーによる飛行を行った。1904年に、パラシュートでの降下を見せるのを職業としていた。 ダニエル J メロニーを雇い、タンデム翼のグライダーの操縦を訓練し、1905年3月16日から20日に、かけて900メートルの高さの熱気球から発進させ、18分間の飛行に成功させた。4月29日には1200メートルの高さから発進させ、予定の着陸地点への着陸に成功させたが、7月にメロニーは墜落し死亡した。 その後の活動は詳しく知られていないが、モンゴメリーの形式のグライダーやの動力機の試験が行われている。1910年にイリノイ州の航空クラブの会員、1911年にニューヨークの航空協会の技術委員を務めた。1911年10月に自分の設計した単用グライダー、エバーグリーンでの飛行中、墜落して死亡した。 ありがとうございます。